ケットだいぶ売れてきたけど、このままだと数枚は残りそうだな。でもみんなは新曲とライブの練習で手一杯なはずだし、今回は私が頑張らないと。もし捌ききれなかったら、いざとなったら私がバイト代から出すしかないか。でもそれじゃあ志保ちゃんの負担が大きすぎるよ。ほなみからメッセージ。明日練習前に話したいことがあるか。チケットの話かな。ほなみが心配してくれるのは嬉しいけど、今はきっとこれが一番いい方法だから。緊張するな。志保ちゃん、昔から一度決めたことは曲げないから、本当に喧嘩しちゃうことになったらどうしよう。でも俺だって凛と喧嘩する時もあるけどさ、伝えなきゃいけない時はちゃんと言葉にするようにしてるの。それに穂波たちはプロを目指していくんだろう。これから一緒にやっていくなら、いいことも悪いこともぶつけ合っていった方がいいと思うけどな。そなみたちなら大丈夫。向き合って話し合えばきっと分かり合えるよ。私の思いを伝えて、ちゃんと二人とも納得できる方法を探さなきゃ。おなみ、遅れてごめん。私も今来たところだから大丈夫。そっか、よかった。それで話って？チケットノルマの話なんだけど。やっぱりこの前の話だけじゃ納得してくれなかったか。ほなみは優しいからあんまり強くは言いたくないけど悪いけど気持ちは変わらない。今回は私が最後までやらせてもらう。でも前も言ったけど、今のままじゃ新曲も仕上げられない。もっと精度を上げないとお客さんの前で演奏させられないよ。新曲をやらない前提ならいいけど、そうじゃないでしょ。いちかもさきも次のライブで新曲をやるために動いてる。それならお客さんに聴かせられるクオリティに仕上げるために全力を尽くしてもらう方がいい。志保ちゃんの言うことはすごくわかるよ。予定してたスケジュールよりもだいぶ遅れてるし、いちかちゃんたちも新曲を作るのに忙しいもんね。だからいちかちゃんたちにチケットのことを黙っていたいのも、志保ちゃんが一人でやった方が効率がいいこともわかるの。それならでもね、志保ちゃん、私はやっぱり志保ちゃんが一人で頑張るのは嫌だなって思うの。私はチケットを売ったことはないけど、レオニードのライブを見てもらうためにいろんな人にお願いするんだよね。それってすごく大変だし、体力的にも精神的にも辛いんじゃないかな。いくら志保ちゃんが音楽経験者って言っても、その辛さは私たちと変わらないと思うの。ううん、一人でやる方がもっと辛いはずだよ。私は大丈夫。志保ちゃんならそう言うんじゃないかって思ってた。でも無理しすぎてもし体を壊したら、みんな心配するし、ライブの時お客さんにベストな演奏を届けられなくなるかもしれないよ。そうだね、そうならないように気をつける。志保ちゃん、ねえ、私が手伝うのはどうかな。いちかちゃんたちは新曲作りで時間が取れないかもしれないけど、
私はまだ余裕はあるから。お波だって練習があるでしょ。次のライブまでに仕上げていかなきゃ。それはそうだけど。ねえしほちゃん、チケットは売り切れそうなの？正直厳しいとは思ってる。でも大丈夫、まだライブまでには時間もあるから、当日までには何とか間に合わせる。間に合わせるって。もともとチケットノルマをやるって決めたのは私だから、売り切れなかったとしたら私に責任がある。だから少し無理があっても何とかする。ほなみは練習に集中して。本当にそれでいいの？このまま誰にも言わないで、しほちゃんが一人で頑張ることが本当に正しいの？私は。じゃあ私行くから。待って、しほちゃん！しほちゃんが一人で頑張るなんてやっぱり嫌だよ！しほちゃんが言ってることが正しいのはわかるよ。バンドにとってはそれが一番なんだってことも。でも私はしほちゃんだけが陰で苦しい思いをするのは絶対に嫌なの。これはきっと私のわがままなんだけど、しほちゃんに分かってほしいの。私たちもしほちゃんを大切に思ってるって。大切な友達だから。ほなみ、しほちゃんだってさきちゃんやいちかちゃんが無理をしてたら心配になるでしょ。私だって同じだよ。しほちゃんが一人で抱え込もうとしているのを黙って見ているのは嫌なの。私が少し頑張ればみんなは練習に集中できるし、新曲もちゃんと仕上がって次のライブで演奏できる。一人で何かをするのは慣れてるし、三人のためにもレオニードのためにも今はこうする方がいいって思ってた。でも。ねえしほちゃん、私絶対に手伝うから。え？私はしほちゃんの力になりたいの。黙って見てるだけなんてできないよ。でも、いちかちゃんたちが新曲作りを頑張ってくれてるから、私も私にできることをやりたいの。もちろんライブまでにちゃんと演奏を仕上げられるようにするし、新曲作りの方もいちかちゃんたちのサポートを頑張る。だから一緒にやるからね。わかった。ほなみがそこまで言うとは思わなかったな。しほちゃん。ただし、いちかと先には言わないで。言ったら絶対に気にしてやらなきゃいけないことができなくなるから。わかった。言わないよ。ありがとう。もうライブまで時間もないし、新曲を仕上げながらみんなでチケットノルマをやるのは正直難しいと思う。だから今回だけ私と一緒にチケットノルマやってくれる？